1日目の朝、外は雪、反射して見えないけど、そしてうちの者は猫担当、私以外はみんな起きてきません。もう8時過ぎちゃったのにめっちゃ寒いので起きるのに結構ずりました。ということで一ついいことがありますよ皆さん。髪の毛抜けちゃってるみんな、このウィッグは絶好調にあったかい。これはすごい、まあ、冬だけなんだけど脱毛女子の味方、このウィッグはあったかい。本当にこれでね、帽子かぶったらもっとあったかくて、これはね、今日とかも本当この昼下がりのリリーさんありがとうって感じです。今日も一日頑張っていきたいと思います。真っ白な世界や、すごい。まだまだ9時半になりました。もやし数は0で、前回このヒューエルさん、今これプロテイン入ってるんだけど、朝ごはんのこれを飲んだおかげでお腹は満たされてました。ただしいつもよりちょっと若干やっぱ夜食べなかった分、固形のものを食べなかった分お腹は空いています。はい、そしてここで重要、この3つの薬を飲んでいきたいと思います。これ飲めばね絶対大丈夫で、金曜日はそんなに辛くないんでね、大丈夫なはずです。にゃー、終了。そして朝はプロテイン、お決まりのプロテイン飲んでいきます。はい、今日も皆さん頑張るぞ。おー、はい、今から日課をやりたいと思います。はい、行くぞ。はい、お昼になりました。めちゃくちゃお腹すきました。今日の起爆剤はやっぱり黒酢とスピニッチサラダ、そして納豆ということで、うちの旦那が納豆パスタを作ってくれます。イエーイ、サンキュー。はい、睡魔に襲われたので今日はもう寝ることにしました。午後1時、もやし数は0。はい、眠りから目覚めてちょっとなんかいろいろしてたらもう5時。そして今日は七草粥ということで、もうこれを今日は刻んでお釜に入れて終わりというお料理していきます。もやし数はねでも0なので、も今日は眠い。これあれだよ、お正月の後の抗がん剤はいろいろお正月のいろいろ気分とか引きずってるからやる気ないね。そういう感じです。七草がゆ出来上がりました。食欲はめちゃくちゃあります。食べたいと思います。あ、七草がゆいいわ。おかゆいい。おかゆ今日超すごいいい。おかわりまさかのヨーグルト、めちゃくちゃ美味しくてお腹空いてきました。向こう側はもう七草がゆじゃ足りない。今日はどうしよう。はい、食べたいものがわからなくなってパニック中な会議。豚しゃぶは、豚しゃぶはすき焼きダメだ。すき焼きはダメだ。豚しゃぶダメ。和食ダメ。和食ダメ。ピザ、ポテト。昼じゃん。オッケー。夜牛タンもオッケー。前回と同じ。多分ね、まだ明日になってみないとでもわかんないな。焼肉ってことだ。焼肉は焼肉のタレがダメだからダメだね。なんだろう、あのタレがやだ。牛タンは塩とネギとレモンだから平気。いや、焼き鳥もいい。焼き鳥の塩は OK。 焼き鳥の塩は OK です。焼き鳥の塩は OK でね、トマト系も多分ダメだ。それは日本料理です。だから焼き鳥のタレがダメだから、タレ塩ちゃんこ。塩ちゃんこ、塩ちゃんこってなんだ。ちゃんこなんで塩ちょっと何言ってるかわかんないけど、だしっぽいものがダメだ。だしがダメ、うん、あのだから魚なんだよ、だしが。いや、豚しゃぶはいい。豚しゃぶだから回ります。いろいろ言って牛タンかな。まあ牛タンを目指していきましょう。はい、